吉田さんメインンチャンネルに戻ってきました再び戻ってきました。まあ、吉田さんが言われてる通りにあのたくさんや,つやるとね上達するのは誰でも予測がつくわけなんですよ。で本をたくさん読んだらいいよって言ったら本をたくさん読んだらね賢くなるような気がするんですよね。でも実際読まないんですよ。で私サブチャンネルでやってましたけどもサブチャンネルもねそこそこ反応がよくなってきたんですよ。だからこのままサブで言ってもいいかなって。 と思ったんですけども残念ながら今日からメインに移って再びねちょっと寂しい気持ちもするんですよねサブチャンネルを育てるチャンスを失ったなっていう気持ちもあるんですよいやでもメインチャンネルに戻ってこれて良かったなと思いますけどね動画バンバンアップロードしてますよ今すごいサク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 アップロードしてアップロードした先から見られてますねいやこの感覚ですよねやっぱりねサブチャンネルはね、うん、やっぱり気た再生が主だったんですけども <laughs> メインチャンネルやっぱいいですね でも、これをいつ失ってもいいようにも考えておかなくてはいけません。で、時を同じくして、あのボクシングの世界チャンピオンのガチンコの竹原さんがね、また、体を壊されて、動画出されてましたよね。がんが再発ってことはもうないと思いますけども、でも、がんの治療したおかげで、他のところがちょっと傷んできたよっていうことでね、また病院出て、竹原チャンネル、どういうふうになるのかなと。 思いますけども、まあ、せっかく生きているんで、楽しいことをやっていきたいというふうに言われてました。うん、本当その通りだなと思います。あの、再び、自分が病になってしまったっていうことで、愕然としたと思いますけども、だからこそ。限られた時間、残された時間を、一生懸命、生きようと思っていると思いますし。竹原さんのね、動画って、一回一回が、あの、燃え尽きてるんで、非常に面白いですよね。仮にも、世界チャンピオンになった人はですよ。 前人未到の世界チャンピオンにパンチドランカーもね受けずにですよほとんど打たれずにチャンピオンになったから圧倒的に強いんですよねすごい人だと思いますよこの人はで50になって今若者のね喧嘩自慢とかを片っ端からなぎ倒してそういう人たちが、まあ、まさにね喧嘩自慢っていうのはもう強さに憧れてるわけですよで強い自分に誇りを持ってるんですよでもそれれを叩きののめされて悔しいのと同時に こんなな俺でもかなわないやつがいがるのかしかも50歳ですげえなっていうところで敵意が一瞬にしてね敬意に変わるってところはやっぱ私たちもね竹原の力をうまく見んないよみたいな感じで自分が勝ったみたいな気持ちになりますねえそして同時に若者が好きになりますねそういった喧嘩自慢の若者が、うん、それをね今でもしてくれてるのが竹原さんだったんですけどもこの姿をずっと見たいなと思うのと同時に どんな人でも結局は衰えて引退するんですよ。どんな人でもね。世界一強い男でも、世界一強い男じゃなくなる。これはシルベスター・トランのロッキーの中でも言ってますけども、どんなチャンピオンも大統領も引退するんだ。有名な馬でもって引退するんだって言ってましたね。これ作品のね、パート2とかでこの言葉って出てくるんですよ。でも実際その後って、ロッキーシリーズって未だに続いてますよね。もう40年以上にわたって私たちにメッセージを 送り続けるままたたメメイク、ま、たリメイククって感じでね続編が出ていて今クリードっていう作品でスタロンがトレーナーとして自分の甥いっ子を育てている、まあ、正確にはおいっ子じゃなくて友人のアポロ・クリードの息子ですけどねいやすごい作品ですクリード3最新作今撮影順調だそうですよロッキーの続編たるクリードもついにパート3が出てロッキーが戦ったパート3で戦った クラバーララバングの息子が今度はライバルですすごいですねで私は思うんですけどもこのロッキーシリーズねスタローンが劇中で死んでいくっていうところで完全にクリードっていう物語がロッキーを伝説化して新しい伝説の引き継ぎをするんではないかなと思うんですよつまりは今回のテーマ「再び」っていうのが常に起きてるってことだと思うんですよで私たちはね若い頃のエネルギーをまだ 使うこととができると思います。ロッキーを見れば、はっきりしてると思うんですよ。ロッキーというプロボクサーが自分の絶頂期にチャンピオンになりでもその気持ちをですね50代になっても60代になっても使い続けているまさに竹原さんと同じで世界チャンピオンだった人ももう世界チャンピオンリングには上がれないけどもでもねその時の思いを私たちに伝えてくれてるということでいまだに竹原という男すごい人だなと。 まさに心のチャンピオンだなと思います。また再び元気な姿を見せてもらいたいと思いますよね。はい、それでは今回は以上です。ありがとうございました。